い、授業を始めます。今日のテーマはハロウィンです。ハロウィンはドイツを代表するヘビーメタルバンドで、ヘロウィンとも発音します。彼らは1984年にカイ・ハンセン、マイケル・バイカート、マーカス・グロスコフ、インゴ・シュビヒテンバーグの4人が組んでいたアイアンフィストというバンドを改名し、ハロウィンとしての活動スタート。1985年にミニアルバムハロウィン、さらにフルアルバムウォールズ・オブ・ジェリコをリリースしました。1987年になるとマイケル・キスコを新メンバーに加えて制作したフルアルバム守護神殿第1章がヨーロッパで大ヒット。その勢いのまま日本デビューを飾りました。ジャーマンメロディックスピードメタルの先駆者として知られるハロウィンは、数度のメンバーチェンジを経て現在はサッシャ・ゲルストナー、マイケル・バイカート、アンディ・デリス、ダニエル・ブレン、マーカス・グロスコフの5人で活動しています。ちなみにバンド名は1978年公開のジョン・カーペンター監督の傑作ホラー映画ハロウィンに由来しているそうです。以上、ハッピーハロウィン。え、これ合ってます？